10分、少し小雨です。田伏山に登ります。駐車場から 2.1 キロ、中国自然歩道です。雨は3分でやみました。並木です。北山の自然公園、鹿よけの柵を通過。また小雨です。電車の音が聞こえます。雨止んでいます。明るい空なんですけどもね。もうすぐ稜線でしょう。入り口から半分は越しています。木の鳥居です。一本松と書いてあります。旅館からの景色です。線路の方です。太陽はこっち方向です。大きな木、本州鹿の説明、尾根の道、手すりがあります。一人すれ違いました。もう汗びっしょりです。植林帯、石の鳥居です。竹が生えてるんですね。ここは広いところです。建物があったのでしょう。そして鳥居、11時です。お参りしましょう。つぶり神社です。読み方合ってるかな。先ほどの鳥居、左から山道が合流してきました。さっきのはつむじ神社ですね。建物、避難小屋かな。そして空が見えます。11時7分、田伏山山頂です。綺麗な草原、あずま屋があります。シダが生えています。ここがのろし台跡ですか。向こうのが高いですね。後で行きましょう。三角点は左とか書いてありますが、田伏山421メートルは向こうでしょう。後で行く花高線が見えています。出雲平野、南東の方です。川が茶色いように見えます。こっちが南西でしょうかね。田んぼが緑色。ふもとの町です。地質の説明、風車がたくさん見えます。ウルップイ湾の方でしょう。先ほどの避難所、その横に道があります。ここが山頂みたいですね。421メートルの札があります。ありません。ピークの山頂は展望がありません。結構蚊がいるんですね。戻りました。11時半です。花高線に向かいます。稜線の道です。たまにアブが来ます。11時41分、三角点ピークです。
田淵山最高峰はこの先になってますね。421メートル峰を田淵山と勘違いしてました。自然林です。田淵山最高点457メートルです。この高いピークが最高峰です。もう少し先に山頂のステープありました。展望ありません。山道に戻ります。綺麗な尾根道です。なだらかな道は助かります。自然林を楽しんでいます。少し急な下りがあります。巻き道に行かず峰のピークに上がりました。かかし水山505メートルです。こっちにも山道があるんですね。お昼休憩です。お、アサギマダラ。こちらにも山道がありますね。すぐそこに岩場が見えます。お、ここから景色がいいです。麓の町です。あれが今から行く花高線でしょう。12時27分昼休憩終わり。一旦縦走路に下りましょう。植林帯、中国自然歩道歩きます。縦走路の札です。高橋水山からこっちへの道あったんですね。展望書いてあります。また道が広くなりました。マムシグサ。ブナが綺麗です。たまに雷が鳴ります。まだ下ります。尾根です。木の根っこの道、岩があります。岩が多くて厳かな感じです。木陰の道、空も少し曇った感じです。緩やかだったのにまた急に下ります。ロープです。12時44分まだ下るのかな。下った子ですね。犬谷峠です。雨が降るから少し休憩。後半の花高線に続きます。